ポジティブですね。あ、そう、はい、そういうとこ好きですよ。あ、そう、はい。そういえば最近新しく作品作ったって聞いたんですよ。そうフリーハグずっとやってたから、うん、でいろんな人に会ったから、うん、もう経験が実はすごくいっぱいストーリーがあって、いろんな世界中の人と会ったからストーリーがあって、うん、それをなんかみんなにどう形にして伝えられないかなと思って、うん、で今回その夢が叶った、うん、自分の一つ夢がまた叶った作品を、まあ、最近出したんで、うん、ちょっと今から見てみましょうか。もちろんお願いします。Do you ever feel the same? Well maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. Sailing. いや素晴らしいですねこれ。普通の本当にドラマみたいな感じで短いね、4分くらいなんだけど、うん、すごいいい話です、ね、うん、この動画のすごく自分の中で成功したなって思ってるのが、うん、実はこれ映像作家の女の子と、うん、役者の女の子と、まあ、何か友人たちとか出てくれてる5、6人出てくれてる全員フリーハグを通して会った人たちで、うん、この大体1年間の間ね、うん、でビデオカメラマンの女の子っていうのは最初ビデオカメラ そのフリーでフリーランスでミュージックの イベントとかでね撮ってる人ってのは知らなくて、うん、ただ普通にフリーハグ来てくれて、うん、なんとなく世間話しててでももう一回見るようになって、うん、でそういうのをその子は多分 10回以上やってるのかな、うん、でっていうのもその子イベントが渋谷だったから、夜これからイベント始まるときそこ通ったときに、ああ大地いた、うん、ああよーみたいな感じで、俺もああよーで、ある日話してたらビデオのを作るんだって話を聞いて、へえどんなのって、そしたらスッてスマホで見せてくれて、うん、あ結構しっかり作り込んでるのって思って、なんかそういうのあって、で今回自分がそのフリーハグいっぱいやってきて経験して形にしたいなって、映像化にしたいなって思った時に、いい作品を作りたかったから、ちゃんとしたビデオでビデオカメラで、うん、ちゃんとしたその編集をしてくれる人、うん、ちゃんと役者として演じてくれる人っていうのを探す必要があったの、うん、でもそこで自分がこだわったのフリーハグで会った人で、うん、出会った人で一緒に作品作りたいな、出会った人で応援してくれてる人ならきっとこの気持ちが分かってくれるだろうなって、うん、だけど俺普段番号交換しなくて、うん、しないようにしてたのいつも、うん、っていうのも番号いつも誰とでも交換しちゃう人だと、うん、あいつってさなんかそういうのあるからあそこでやってんだろうって、うん、なっちゃう可能性があるじゃない、うん、で俺全然しなかったのよ交換、いつもここで会いましょうって、うん、俺絶対来週いると思ってたから自分で、うん、ここで会いましょうって、もうずっとそれだったのよ、うん、多分のび太くんも一緒なんだよね、うん、ここで会いましょうじゃん最初そうで本当に会うから、うん、あ気が合うんだなって、うん、馬が合いそうだなって俺は思ってたので、みんなそういう感じで出会った子たちだったから、うん、でも番号知らねえしやべえと思って、うん、どうやって連絡取ればいいかな、ああ売り上げもう続けようと思って、うん、続けてるうちにきっと会えんだろうと思ったら本当に何回かやってるうちに会えて、うん、本当にもう面白いぐらいこう魔法かかったぐらいにパッて普通に来てくれて、で俺も話してみて、うん、一緒に作品が作りたいって、うん、一緒に映像にして一緒にぜひやっていただけないかって、まあ、プレゼンして、うん、いいよって言ってくれて、うん、そうだ、それが今回形になったのが一つすげえ成功したなと思ってて、うん、例えばでもそんなにそのクオリティがまだじゃあ高くないかもしれない、もしかしたら見る人が見たらね、だけど自分たちで考えて、うん、撮って編集してっていう過程ってすげえ俺尊いなと思ってて、うん、これやりたかったなって本当に心の底から思ったの、いろんな国の人と手組んで一つの作品作って、うん、だからちょっと見てほしいなって思ってて、うん、素晴らしいですね、そんな感じです。なるほど